今日の話は「逆境を超えていくものへ」というニトベ稲蔵さんの本の中から逆境へは困難に慌てない。」いとう話です <coughs> え。人は突然不幸に見舞われるとそれがどの程度のものなのか大きさが分からなくなると天才あるいは人による災いに遭遇した時も同じでその瞬間は目がくらんで真相を見誤ることがあるとこの今まさにこのコロナの状況がそうですね。 まあ小さなことを大きく考えたり大事なのに、えー、軽んじたりしてですね無駄に心を煩わしてしまうと災、えー、いに見舞われた時すぐにその始末をすると、まあ、すぐにその対応をするとですねその結果が将来まで尾を引いてかえって悪い結果を生じることがあるから一歩退いて冷静になってから対処することが必要だよと、えー、もう一歩あのねすぐにやってはいけないよという話ですね。すべててて災いや不幸は不意に起こるものであって慌てず 落ち着いて前後を考える物事の傾聴を比較して対象を考えることが大切だとや、えー、みこうに大変大変と騒ぐとますます逆境に深入りしてしまうよとで逆境にある人はもう少しつま先出しをして前を見ることを切に願うと、まあ、そして、まあ、ちょっと先を見るってことですよねでこうした時にですね、まあ、この先はと静かにですね熟考すれば必ず前途に光が見えてくるんだと。 でまあ、後藤新平さん、えー、というのはです、ねえー、台湾の総督をやったり陸,陸軍の大臣をやったりあるいは東京都のです、ねえー、関東大震災があった後ですね、東京都を復,あの復興させた立て直した、えーえー、あの市長をやった方ですね東京市長。えーまあ、勝海舟からです、ね、<laughs> 首を、えー、縦や横に動かすことは知っていても 何かことが起こった時にちょいと首を伸ばして向こうの方を先,先を見通すことのできないやつが多いんだと。あんた医者だろうと、まあ、医者なんですね後藤新平さんは、えー、そういうやつが多いんだと。で、まあ、それはどういうことかというとまあ <coughs> ことが起こるとただ慌てあ,た,あた,ためばかりですねさてこの先はと首を伸ばすことはなかなかできない、えー、窮地に陥り勢いなくなった人間は常に初心に帰るべきだんだと。 でまあ、これはあの私が思ったんですけれどもあ綾は春道さんと阿武さんですけれども山を出なければ山は見えないと山の中に入り込んでしまうとですね今自分がどこにいるのかを忘れてしまうと逆境で困難,、えー、や困難に入り込むとですね自分を見失ってしまって不必要に慌てたり不安で取り乱したりするとだからそういう時は山を一歩出るんだと不安の渦に巻き込まれそうになった時は自分を他人のように客観視してみるもうそういうのも大事だよと。 さてその先はというふうに考えている。じゃあ今日これで終わります。